飲み込む得意の捨てが得意ネタ若手グランプリ。繋がれた鎖を引きちぎって、ポスト栄光クセソングで挑戦ウルトラブギーズ。なあ頼むよ親父、俺東京行ってミュージシャンになりてんだ。ダメだ、お前は実家を継ぐと約束しただろう。なあ頼むよ。ダメだ、諦めろ。頼むって。ダメだっつってんだろ。俺の曲聞いたことねえくせに言ってんじゃねえ。お、じゃあ聞かしてみろ、お前の歌というもの。お、振りがしっかりするよね。キングオブコントまで行くと。オーマイガー、構成がしっかりして、うん、ちゃんとしてる。だれよにも君のことを熱く強く抱きしめるから。いい顔すね。いますぐ キスをしよう。はず。君とすごい嫌な歌だねこれ。お父さんもそんな歌歌えるな。今世紀最大のランデブーだ、ダセーな。あなたが来てた夏物のセーター、夏物の夏物のアイスコーヒー。アイスコーヒー泣きじゃこかれ。アイスコーヒーそんなところが僕の胸をくすぐるんだ。ちょっと待ってノンストップラン。なんでダサく聞こえんだろう。でもこれ簡単だからなのかな。アイスコーヒー、アイスコーヒー2杯目。アイスコーヒー、アイスコーヒー、お願いします。思ってたい、抱きしめたい。アイスコーヒー、アイスコーヒー、おー、ありがとうございます。おおおおおおマイガー。あ、急に終わった。どうだった。ごめん、ちょっと笑っちゃった。じゃあ俺東京行ってくるわ。いや、やめとけ。いや、すぐ出れるんじゃない。すぐ出れると思うな。まだ出てないんですね、逆にね。本編にね、温存してたんですか、ちょっと当たりがこうガチンってくるのが来るまでって感じですか。あ、いや、苦労人なのよ。無限大ホールって、吉本の無限大ホールとかで一緒だったんですけど、もう全然、もうほんとうんともすんとも言えないとこにいたの。うんともすんほんとにもう全然全然、俺らとかピースとか、まあその辺が上にいて、下とかにまあもう中とかスリムクラブとかがいた、その多分下にいるから、俺ほとんど喋ったことないけど、そんなに変わんないと思うの、面は。だからいいよね、なんかこう味が、うん、出てました。そう、全然清潔感とかないでしょ、二人とも。あの、言っちゃいけないんだろうなと思いつつ、そうそう、はい、そうなの。だからそれはこう20年目ぐらいになると芽が出るだろうなって思うね。あと4年ですか。そうね、芸能そんな甘くないからね。楽しいですね。うん、まあ、あと4年後ぐらいにいい感じになってると思うな。